はい、メタル YouTuber ゼンメタです。メタル VTuber テッカです。前回の動画からこの我がチャンネルにこのテッカという新しい看板キャラクターが登場しました。テッカと共にトークを進めていきます。ねえねえゼンメタ、ビッグニュースだよ。ついにベビーメタルが復活だよ。はい、1年間の封印がついに解かれたね。嬉しく思うよ。ゼンメタはベビーメタルオタクだから最高の朗報だね。ところでゼンメタはベビーメタルのどういうところが好きなの？それは難しい質問だよ。そんなもん挙げ出したらキリがない。もうベビーメタルの好きなところとか、魅力とか功績の数々、そんなもんあまりにも多すぎるから、そんな話をやり出したらもういつまでも止まらん。もう校長先生の朝礼を軽く凌駕するほどの長話になるよ。ベビーメタルを語るなら、ベビーメタルのどの部分に焦点を当てるか、ちゃんとテーマを絞る必要がある。まあ僕もね、この復活の発表を機にベビーメタルを語りたい気分だったからね、今回はベビーメタルが覆してきた常識について語ろうじゃないの。ベビーメタルが覆してきた常識。ベビーメタルってね、それまで誰もが絶対不可能だと思えることを次々とやってのけてきたアーティストなのよ。もう本当に型破りで常識破りな人たちなんだね。ベビーメタルのそういうすごいところを語ろうじゃないの。じゃあデンメタ先生、ベビーメタルが覆した常識たちについて解説よろしくお願いします。まずはこの点、アイドルなんかがメタル界に受け入れられるわけがない。あ、なんかよく叩かれるよね、ベビーメタルって。そう、こいつらメタルじゃねえよ、だのどうたらこうたら言われることでおなじみではあるんやけど、初期の頃は本当にこういう批判がすごかったね。特に2013年にラウドパーク出た時が凄まじかった。出演発表された時こんな反応やった。ひど、大炎上じゃん。これがベビーメタル初めてのメタルフェス出演、初めて本格的にメタル界に乗り込んできたね。この時はね、もう9割方のメタルファンがベビーメタルを目の敵にしてたね。アイドルなんか出すな、こんなの出すなんてプロモーターふざけてるとか、本当に大勢の人たちがもうベビーメタルを悪者扱いしてたから。これだとステージ上がったらもういっぱいブーイングされたり、ペットボトルとかも出られたりするんじゃん。ところがどっこい、ここから漫画のような展開の大逆転劇が起こる。いざラウドパークに出演したらすごく盛り上がった。数多くのバッシングを実力でねじ伏せて、一気に多くのメタル好きたちを虜にしてたわ。マジかっこよすぎじゃん。ここから歴史が変わったね。それから海外のメタルフェスもガンガン出演する。2014年のイギリスのソニスフィアフェスティバルでのライブも大成功。これ公式でね、 YouTube にライブ映像上がってるけど、日本のアーティストが、アイドルと見られていたアーティストが世界のメタルフェスを舞台に盛り上げてるという、もう間違いなく歴史の資料館に展示できるレベルの偉業だと思うね。最初はあんなに悪者扱いされてたのに、状況が180度ひっくり返って、すっかり英雄じゃん。そう、それからは世界中のメタルフェスに引っ張りだこでね、ベビーメタルはメタルフェスに出るなから、ベビーメタルはメタルフェスに欠かせないという状況に変わったんだよ。それから次、日本人アーティストが海外で高い階級になれるわけがない。高い階級っていうと、今ラウドパークとかソニスフィアとかフェスティバルの話をしたけど、フェスってね、出演するアーティストの階級があるやん。ヘッドライナーとかセカンドとかのこと。そう、フェスで一番格が高いのがヘッドライナーっていうよね。メインステージに出るアーティストや、小さいステージに出るアーティストや、持ち時間が長いアーティスト、短いアーティスト、それで階級が生じてるわけよ。人気が高い、集客力あるアーティストは大きなステージでより長い時間出演する。それが階級が高いアーティストということになるんだね。フェスのラインナップの画像で、上の方に大きく名前が載ってあるアーティストなんかが格が高いってことだよね。そういうこと。で、日本国外のフェスに日本人アーティストってよく出演するけど、なかなか高い階級に出ることってないのよ。ラインナップの画像では基本的に下の方に小さく名前が載ってある、そんなポジション。名前がどこにあるか探すのに一苦労しちゃうね。まあワールドワイドに人気集めるって難しいもんね。そうなんよ。まあ日本のアーティストもね、海外からの評価がだんだん高まってる傾向にはあるんやけど、でもフェスで日本のアーティストが高い階級で出るというのはなかなか叶わない。だからもう世の中そういうもんなんだろうなと思ってました。ところがどっこい、ベビーメタルは違うんだな。ベビーメタルは
海外フェスでもこんなポジションで出演します。お、かなりでかく名前が載ってるね。はっきりとすぐに名前見つけられるように載ってある。日本のアーティストでこれができるのは本当にベビーメタルくらいよ。まあ、例外としてフランスのヘルフェストのマキシマムザホルモンなんかがいたりするけど、もうほんまにそれぐらいやね。こんな位置で当たり前のように海外フェスに出る日本のアーティストはもうベビーメタルが唯一やね。まさか日本のアーティストでね、これほどまでワールドワイドに受けるとは、もうベビーメタルが出てくるまでは本当に考えられなかったことよ。ベビーメタルは先陣を切った存在だね。そしてこれ、洋楽と邦楽の合同ライブがうまくいくわけがない。洋楽と邦楽、日本国外と国内のアーティスト一緒にするとうまくいかないと難しいんだよ。日本人アーティストと日本国外のアーティストが一緒にライブやるのって、日本ってね、どうも洋楽と邦楽で評価やファン層が分かれてしまいがち。邦楽しか聞かず洋楽の良さがさっぱりわからない人、逆に邦楽を見下し洋楽こそが本物の音楽だとみなす人、そんなケースが多々ある。日本で洋楽アーティストと邦楽アーティストが一緒にライブをやる機会はよくあったけど、それでどちらか一方が盛り上がってもう一方は極端に盛り上がらない、ほぼ全ての客がずっと退屈そうにしてると、もうそんな悲惨なライブをいくつも目にしてきた。盛り上がらなかったのはそのアーティストの実力以上に洋楽の良さがわからない、邦楽の良さがわからない、そういった要因がとても大きかった、そんな印象だった。そんなに洋楽と邦楽の合同ライブって難しいんだ。なんかもうね、洋楽好きと邦楽好きはなんかもう水と油のような、もう到底分かり合えないような、もうそんな風潮になってしまってる。風潮とか空気の力ってすごくでかいからね。けどところがどっこい。そう、ところがどっこい。ベビーメタルが絡むと話が別になるんだな。これがまず2017年、ガンズ&ローゼズが日本ツアーをしに来ました。その前座にベビーメタルが出演。このツアー、ガンズもベビーメタルもどちらもよく盛り上がりました。どちらも盛り上がる、そんなにすごいことなんだ。あまりピンとこない。他と比較してみたらわかる。これよりも前に行われたガンズの日本ツアーではムックが前座をやったのよ。そのムックの前座でのライブはもう悲しいぐらい盛り上がらなかった。もう中にはヤジを飛ばされた公演もあった。かわいそう。このガンズの前座をやってひどい反応だった件はムック自身も自虐ネタにしてるのね。当時を知る人々の間では語り草になってるね。まあ音楽面の噛み合いの問題もあるやろうけど、ガンズの前座をやって盛り上げるのは誰にでもできることじゃない。で、ガンズとベビーメタルのライブ以上に僕がすごいと思ったライブがある。それは2018年に行われたサバトンとギャラクティックエンパイアをゲストに迎えたベビーメタルの日本ツアー。ダークナイトカーニバルって名前のライブだったね。これもみんなすごい盛り上がった。全部で5回公演があって、サバトンかギャラクティックエンパイアどちらかのみ出演のもあったけど、デメタはね、サバトンのみがついてる神戸公演行ったけど、もう夢のような時間だったね。サバトンもベビーメタルもすごくよく盛り上がった。大勢のベビーメタルのファンがサバトンをすごく好意的に受け入れてて、もう最高に理想的なライブだった。さらにその翌年の2019年はブリングミーザホライズンと共にライブやった。これもまた双方がすごくよく盛り上がった。ベビーメタルもブリングミーもみんなすごく愛されてることがよくわかるライブだった。このベビーメタルとのライブでサバトンもギャラクティックエンパイアもブリングミーも日本のファンをいっぱい獲得したね。ベビーメタルによって他のアーティストもすごい恩恵を受けてるじゃん。改めて振り返ってみても、ベビーメタルってメタルシーンに多大なる貢献をしてくれたね。やっぱりベビーメタルって偉大だね。日本からこんなすごいアーティストが出てきてくれたのが信じられない。同じ日本人として誇らしいね。もうそんなベビーメタルが1年間不在だったわけやけど、もうベビーメタルがいるのといないのとでは大違い。ほんまにありがたい存在やわ。2023年またベビーメタルに会えるのを楽しみにしてますわ。ではまた次回の動画でお会いしましょう。